幸せの花大使のハンナはさっくんと今日も幸せの花を育てています。幸せの花大使は健康第一。ハンナとさっくんはヨガを勉強中です。今日もみんなに幸せの花を届けるためにお出かけします。ハンナはとても愛情深く、困っている人を放ってはおけません。さっくんはとっても元気。ママのやることは何でも真似します。ハンナとさっくんはみんなを笑顔にする幸せの花大使です。今日も世界中の人々に幸せの花を届けています。